どうも、しゅうたろうです。どうも、しゅうたろうです。にゅんです。まあ、今回はちょっと報告動画になるんですけれども、うすうすお気づきの方は多いと思うんですけれども、なんとこの度ですね、圭一郎が。しかも名前で違うっていう。そう。名前何やったっけ？マジのやつかよ、お前。マジの間違い。今年からですね、はい、大学を無事に卒業して、はい、社会人になると。ああ、はいはい。いうことなんですけれども、はい。その就職先について、今回はお話ししたいと思います。それでも、キム君の口からね、どこに行くのか、そうですね。発表してください。はい。そうですね。私の就職先なんですけども、花尾と田川の間ということになりました。Between 花尾 and Between 花尾 and ベンガ間違ってはない、まあ、もうちょっとじゃあ真面目に言うともうちょっと真面目に言うとですね、この度私花尾さんの専業主婦として永久就職することになりました。さあ噛むなよ。イエーイ。はい、どういうことかもう一回僕が説明します。バブマイク一応こんな会話に、結論から言うとキム君は YouTuber として働くことになりました。イエーイ。またしても人の運命を変えてしまったわけですね。またしてもね、どうなるんやろ。それでいい、ほんまに。でもそれで誰がそう YouTuber 誰が決めた、それ、その道、自分で決めた。いや、まあ、まあまあまあ、なんでそんな微妙な空気なの。どういうこと実際皆さんやりたいですって言ったのは多分5月頃だと思うんですけども去年よね。もう1年前なんや。教員免許取りましたね。あ、教員免許取ったね。はい。で、試験は8月にやったんですけども無事に落ちました。それ結構でかい。もしかして、いや、まあでも受かる気なかったみたいな。あ、一応評価は面接は C でした。E 分の C？ ABC の C です。あ、そうなんや。はい、面接がダメやったら、キャラ守ってればいいんちゃう。まあまあまあいいんちゃう。お前が面接普通にそつなくこなす感じには見えへんわ。僕も見えへん。はい、まあいいやん。継続してこれからもキム君はですね、花尾田願およびまあサブチャンネルの放映だったりとか出ると思うので、皆さん引き続き応援してくれればと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、ということで、でも、YouTuber ってな、舐められがちじゃないですか、やっぱり、世間から。あ、はい、はい。でも、あ、はい。でも、もうここで終わるんかなと思ったのに、急に真面目な話したから、びっくりした。そう、違う。びっくりした。でも、一応、僕たちも、会社でやってるから。いや、会社でやってるから。そう、マジそうだ、ね。そう、僕たち同じ会社の社員なんですよ。そうです。実はね。実はね。で、キム君もですね、ちゃんと社会人になったよっていう、自覚を持ってもらうべく、そして社会人を祝ってもらうべく、今回はですね、ご家族からお手紙を頂戴しております。マジで、はい、え、マジで封筒、手紙をね、読むんで。手紙なんでお前、そんな電子データで手紙を読むんで。電子データ手紙読みます、僕が。じゃあこのお母様からなんでセンター科学の裏紙に書いてあるの。あの、最近プライバシーの保護の観点から、ああ、他人からこういう風に見えるっていう。あ、マジックミラー語的なやつ。マジックミラー語。じゃあ、お手紙を読んでみたいと思います。はい。まず長女から。はいはい。キムへ。キムへ。ああ、キムへと言わへんわけね。はい。あ、家族はやっぱちゃんとまあそうですね、はいはい、静岡が韓国の植民地になった可能性ある。一応ある。じゃあ行くよ。はいはい。私が伝えたいことは、自分のやりたいことを仕事にできるのは幸せだということ。ガチです。ガチなんですね。楽しくて才能ある仲間と一緒に働けること、信頼する社長がいること。ありがとうございます。お前自分で言ってありがとうございます。私自身、今までやりたい仕事を選んで就職転職してきたけど、こういう条件ってなかなか揃うものではないはず。
今君が楽しそうにお仕事をしているのはとてもいいことだと思ってる。親への感謝を忘れずに、謙虚さも忘れずに生活していってください。応援しています。たかす会議。それ言ってない、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 さすがにそれ入れてたらお姉ちゃんも誘うわ俺。違う、お姉ちゃん間違いない。いい言葉やったね。そう、こういう感じの人です、ね、いい言葉やったね。まあ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 、うちの姉ちゃんは、なんでお前そんな感謝してない感じだし。いやいやいや、好評どう、好評、好評どう、好評、好評は、なんか、なんかなんか、いかいか普通に、まあまあそんな感じやなってた感じですね。お前もっとありきたくない。はい、じゃあ次、母からいただいております。はい、これ一番、確かに。じゃあ、あの母からのメモを呼びます。はい、いやメモって言うのそんなんで、メモって言い方、メモとも一句もちょちょって書いて捨てるような言い方、母からのメモを呼びます。はい、社会人になる息子に希望すること1、最低ライン、犯罪を犯さない。いやよく大事なこと、大事です、大事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 、しょっちゅう言われてるんでこれ僕、はい、1、最低ラインね。次、2、はいはい、周りの人への感謝を忘れない。ああ、はいはいはい。3、最高ライン、親より先に死なない。おー、なるほどなるほど。母からも3箇条だよ。3箇条、5箇条、3箇条の御正門です。3箇条の御正門で、ちょっと2個足りんかったね。続きまして、なんと今回、サプライズでね、まだあるんすか、僕たちからお、あ、メッセージ動画を作ってまいりましたので、はい、見てもらえますか。ぜひ。はい、彼女見てください。そうなんですよ。これを鳴らして、もうフィナーレという。あ、フィナーレね。はい、フィナーレ。じゃあ行きますよ、よーい、さと。キムくん、就職おめでとうございます。今までも、そしてこれからも、楽しいこととか辛いことがたくさんあると思いますけども、楽しんで、僕たちと一緒に成長していきましょう。キム、社会人おめでとう。これからは俺らと一緒にやっていこうな。はい、金さん、就職おめでとうございます。これからはね、まあ、社会人としての自覚を持ってね、ちゃんといろんな方にご迷惑をかけないようにね、年下頑張ってください。応援してます。キムさん、ご就職おめでとうございます。この春からもキムさんと一緒に活動ができることを非常に嬉しく思っております。これからもキムさんのご活躍に期待し、そして応援しております。これからもよろしくお願いいたします。どうも、あのキムさんがご就職されたということで、お手紙を書いてきました。親愛なるキムさんへ、ご就職おめでとうございます。これからも頑張ってください。以上です。キムくん、就職おめでとうございます。これからも仲間としてよく学び、よく遊び、一緒にいい大人になっていきましょう。これからも一緒に頑張ろうね。頑張ろうね。キム、就職おめでとう。社会に出るといろいろと理不尽なことがたくさんあると思うけど、強く生きてね。キム、就職おめでとう。社会に出ると数学なんて一切使わない。学歴なんて全然関係ない。ちょっと勉強できるからって調子に乗んなよ。おい、そこで笑ってるデンガン、お前もだぞ。キム、おはよう。朝ごはんできたわよ。なんて言ってもらえるのはもうしまいなんだよ。頑張れよ。キム、就職おめでとう。人生の先輩として一つだけアドバイス。給料が毎月ちゃんと振り込まれてるか確認しましょう。じゃ、頑張って。こんにちは、ヤマトンユです。最近不在届が多いってよく苦情が来てます。そういうとこだぞ。で、ご就職おめでとうございます。これから新しいこと、覚えること、社会の厳しさなど様々なことが起こりますが、そういった経験を日々積んでいって、しっかり自分のものにして成長していってください。 Yes, you can! キム、就職おめでとう。6年前に貸した DS ソフトのレイトン教授、早く返してくれ。おいおい、キムちゃん、就職おめでとう。
人生には3つの坂がある。上り坂、下り坂、まさか。まあ頑張ってくださいね。キム、就職おめでとう。社会人になったら忙しいからドライブスルーが増えると思う。でも絶対に上司への既読スルーだけはしちゃダメ。そんなことしたとしたらあなたどうなるか知る？ブレイクスルー。というわけで、僕も知らない人からのメッセージドッキリでした。ほぼ知らん人やな。一人だけ知り合いいる。あ、そう、俺も一人だけ知り合いいる。あとは全部知らん。あ、そうなんだ。というね、こうしてね、でも先人のね、社会人としての大先輩の方々からね。あ、そういう、まあ、マネージャーさんたちの、ね。なんか知り合いの知り合いの知り合いとか、知り合いの知り合いの知り合いぐらいはね。まあ、よく出演してくれたな、これ、ほんまに。もう、大変だったんですよ、これ。よく出演してくれたら。ほんま楽しんでくれた、ちゃんと。はい、よく出演。